義兄52歳が離婚した。理由は、義兄が唐突に子供を欲しがったから。元義兄嫁さんは、20年前から不妊治療を望んでいたのに、義兄は、授かり物だから、自然に任せよう。と言って、検査にすら行かなかった。そして、元義兄嫁さんが完全に諦めて、閉経してから急に、子供が欲しい。男は、子孫を残してなんぼ。と言い出し、閉経した女なんかいらん。と、元義兄嫁さんを責め立てて追い出した。結果は当然、愛想尽かされて、慰謝料を払って離婚。ちなみに、元義兄嫁さんは公務員で、もし妊娠したら、育休、産休、しっかり取れる職場でした。高給取りだったし。そして、現在、義兄が荒れてる。すぐ再婚できると思ったのに、根拠は不明。誰も、嫁の来手がないから。私にも、職場の若い女を紹介しろ。ってうるさいから、夫の許可を得て着居した。そりゃ、元義兄嫁さんと同じくらい稼いで、かつ、子供が3人以上産める20代の女。なんて、高望みすぎて無理に決まってる。おまけに、元義兄嫁さんの収入、プラス、退職金を当てにして建てた家のローンがまだ残ってるし、離婚の際、義兄一人の名義になって、ローンの支払いも今は義兄のみ。しかも、義兄、未だに不妊検査してない。種があるかどうかもわからない52歳の男が、子供が3人以上産める20代でないと、と徘徊する姿は、はっきり言ってホラー。実は、うちもこなしで、うちの場合は検査したから、夫が原因だと判明してる。夫が、義兄の醜態を見て、ノイローゼみたいになっちゃって、俺もああなったらどうしよう。と怯えてるのが我が家の修羅場。義父に、万が一、俺が兄貴みたいになったら、殴ってでも止めてくれ。私子を避難させてくれ。って頭を下げたり、夫は混乱中。義母は、私の手を握って。下の子は、夫のこと、大丈夫だと思う。お願いね、お願いね。と泣く。義兄の離婚で、義実家全員が不幸になってしまった。こんなこと言っちゃいけないんだろうけど、座敷牢って必要悪だったんだと実感してる。